今回は血管の剥離方法について手羽先を使って説明します。左手にはマッカンドを持って、右手に剥離鉗子を持ってやっています。まずは血管の上の組織をすくって剥離して切っていく、アンルーフしていくという作業から入ります。基本的には、助手にこうやって切ってもらうようなやり方をやっていますが、まずこの左手で血管上の組織、剥離したい組織を持ち上げてできた層に鉗子を突っ込むという感じでやっています。でこれは助手が切る、剥離したいものを持ち上げてできた層に鉗子を入れる。なので左手でどこを持つかっていうのがすごく重要なんですけど、やっぱちょ初心者にやらせると全然違うところを持ったりするので、展開が必要だったりする場合は助手にどっか引いてもらってということをします。で今この何回もカパカパカパっとこう開いたり閉じたりということをしてたんですけど、そうするとですね、違う組織を挟み込んだりしたりしてしまうので、これも少しは残ってますね。そういうことにならないように、人差し一カパで必ず終えるように、一回抜いてっていうふうにしてますね。で、アンルーフし終えたら、今度は血管を周りから剥離していきます。このように血管の横に穴を開ける感じで剥離します。で両サイドが終わったら裏を通して、ベッセルテープをかける。これはゴムですけどね。早い段階でベッセルテープかける人いるんですけど、あまり意味がないので、アンループをし終えてからでいいかなと思ってます。でちょっと離れたところでまた同じように剥離してベッセルテープをかける。で軽く引っ張った状態にします。でここに明らかに血管があるので、こいつを処理していきます。血管を処理するときはこの根元の三角の部分ですね、そこを剥離します。太い血管だったらもうちょっと離してやったりするんですけど、細い血管の場合もこういうところで根元で処理していっています。で両サイドは開いたら落ちていきます。これ処理は糸を使ったりとかクリップを使ったりとか、その場でいろいろやってますけど、とりあえずちょっと縛ってみました。で残った組織を切っていきます。こっち側が終わったらあっち側は向きを変えて剥離していきます。薄くすくって血管がないことが分かったらハサミで切っていくと、これも薄いのでも見えているので、大丈夫だなって時はハサミで切っていきます。で横横裏ってやるんですけど、ほとんど取れちゃったのでこれで終わっています。でまた次のところで同じ作業の繰り返しになっていきます。血管の近くで剥離するか遠くで剥離するかいろいろあるんですけど、割と近いところで剥離してるかなとは思います。穿通枝皮弁、筋肉内の穿通枝が大体このぐらいの太さかなとは思うんですけど、こんな形ですね。実際こうやってます。セーテープをかけるかかけないかとか、かける具合がどうだとかいうのはいろいろあると思うんですけど、軽く引っ張るぐらいでは使っています。でこう枝処理するときにですね、あんまりちゃんと処理してなくて縛ったらどうなるかなんですけど、こう幅のある組織をギュッとつまんじゃうとですね、血管が折れちゃうんですね。こういうところで血管が曲がって詰まっちゃったりっていうことがあるので、どうしてもそうやって処理したい場合にはちょっと離れたところでやったりとか、だからデバイスを使ってこう水平に処理したりとかことがいいかなとは思います。で今度はこの動静脈をそれぞれ分けていこうかなと思います。マイクロの5番切歯とマイクロのハサミを使っています。やることは同じで、まずアンルーフしていきます。この血管鞘を切ると、ファラッとこう分かれるんですね。
でこの血管の間を切るというよりは、まあ、まずはこの動脈をきれいに剥離するとした方がやりやすいかなと僕は思っているので、この間のなんていうかな、中途半端なところで剥離していくと、まあ、層が ないところで剥離するのは難しいので、まあ、血管に沿っていけば層があるので、まず動脈をきれいに剥離していくと。ここちょっと輪ゴムが太いのでなんかちょっと無理やり感があって良くないですけど、まあ、普通のベッセルテープを使えばまあ問題ないかなとは思います。まあ、本当に細い場合はナイロン紙とかを間に挟んで同じように使ったりすることもあります。でこれが動静脈分けた状態です。で太さを測ってみると、動脈が 0.7mm、 静脈が 0.23mm っていうところでしたね。まあ、実際このレベルの血管の剥離はしないですけどね、まあ、どんな血管であっても大体やり方は同じだと思いますので、まずは血管の走行を確認して、まあ、いい層で、血管を剥離していくという形になります。まあ、ポイントとしてはやっぱ左手の使い方だと思いますので、ちゃんと剥離したいものを自分で引っ張って、層を作るっていう風にしていくのが大事かなと思いますので、まあ、なんかやりにくいなと思った時には、自分の左手の位置を確認してみてください。ご視聴ありがとうございました。